ーースター僕にとってもスーパースターみんなそれぞれスーパースターだからそれぞれみんなのスーパースター早く気づいてスーパースター明日わかるスーパースタードラッタッタッタラララララララ誰もがみんなのスーパースターブブー君は力持ち君は頭がいい君は顔がいい君はみんなに優しい歌がうまい絵がうまい決して最後まで諦めないそんないろんなやつで世界を回ってるはずで君にはできないものじゃなく君しかできないことがあるだから自分をきちんと持ってくれ揺るぎない自信を持ってくれ君も見かけば光る太陽じゃないか君がいなけれ始まらないさ地球というこの空間は誰もが英雄スーパースター。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。未来が見えるちくわだぞ。こんなところにちくわ屋さんが。おっきいちくわ、おいしそう。いらっしゃい。みんなこのちくわに興味あるみたいだね。ちくわしか売ってないんですか？うん、そうだよ。このちくわは未来が見えるちくわだよ。未来？このちくわの穴を誰かに向けて覗くとね、その人の未来が見えるんだよ。おうおう、そのちくわおいくら万円？貴重な最後の一本だからね、100万円だ。100万円？おらこれしか持ってないぞ。しょうがないな。じゃあ特別サービスだ。10円でいいよ。100万円のちくわを10円でゲットしたぞ。100万円なんて嘘だよね。ただの売れ残り。いや、それよりその人の未来が見えるって。どれどれ、みんなの未来を見てみますか。信じてるよ。ちくわで未来なんて見えるわけないよね。あれ何、おかしいぞ。おばあちゃん危ない。オラが見た通り。何が？ちくわで見たらぼうちゃんの頭に鳥の糞が落ちたんだぞ。嘘。本当だぞ。先に言ってくれれば。後から言っても信用できないね。じゃあ今度は先に言うぞ。僕？マサオくんが泣いている。なんで？なんでか知らないけど泣くことになる。そんなちくわで見えたぞ。やめてよ。泣くよ泣くよ、大声出して泣くよ。仕向けたんじゃないか。じゃあ今度は風間くんで試してみますか。待て、僕が見る。これは何が見えたの？しんのすけ、犬にお尻を噛まれるぞ。俺のお尻がこんな風に。なあ、食べるな。怖くなったらお腹減っちゃって。何それ、もし魔法のちくわだったらもったいないだろ。ふうふう。来た。ベンジャミン。ダメでしょ、ベンジャミン。お姉さん、素敵なワンちゃんですね。驚かしちゃってごめんなさいね。いえいえ。さあ、行くわよ。今度ミルクカフェでおデートしよう。
未来が違う。犬に噛まれるんじゃなかったの？変だな。僕にも見せて。ああ。ん？マサオくんには俺の未来はどう見える？今日はお給料日前だから納豆だけよ。あ、まずいよしんちゃん。え、何が見えたの？しんちゃんがねねちゃんとリアルおままごとやってる。え、ということは僕たちも。このちくわ美味しいぜ。あー、もったいない。あら、みんなこんなところにいたのね。何かあったの？今日はまたまた傑作台本が書けたの。さ、リアルおままごとやるわよ。やっぱりねねちゃん、何してるの？今からみんなと遊ぶの。ダメよ、今日はこれからお出かけだって言ったでしょ。ごめんね、また今度一緒に遊んであげてね。はい、全然大丈夫です。よかったわね。助かった。でもなんで僕が見た未来と違う？そういえば未来を見た後、しんのすけがちくわを食べてたけど、あ、食べると未来が変わるのかも。ふんふん。キュッ、やった。何が見えたんだよ。俺の口からはとても。たく、どうせろくな未来じゃないだろう。ちょっとよこせ。うわー、やめろよ。僕がしんのすけを思いっきり突き飛ばしてる。僕がそんなことするわけ。もうやめろよ。どうしたの？何が見えたの？そんな、そんなこと。どうしたの？あ、そうだ、ちくわを食べればいいんだ。食べれば未来が変わるはず。あん、え、俺のちくわだぜ。全て空洞なのです。この穴をどう埋めるかはあなた次第。さて、あなたの未来は？今日は寒いぞ。3、2、1、どうぞ。よう、しんのすけ。よう、父ちゃん、どこ行ってたの？おいや、寒いな今日は。ほら、今までサッカーしてたから結構あったかい。そっか、子供は風の子だもんな。大人はキノコ。キノコだろ。てか、そんな言い方しねえし。おかえりなさい。なんだか冷えてきたわね。あー、寒いよ外。あ、消えてる。あ、空模様が怪しいから降るかもな。そうなの？おお、降るって雪？父ちゃん、張り切って雪だるま作らなきゃね。いやだよ、寒いのに。自分で作れ、自分で。あ、暖かくならないな。あれ？こたつ動かないぞ。とうとう壊れちゃったのかな。古いからな、このこたつも。しょうがない。とりあえずエアコンつけとくか。おい、リモコンは？しんちゃん知らない？はい。いや、テレビのじゃなくてエアコンの。これしかないぞ。いやーね、どこ行ったのかしら。あ、必要な時にいつもねんだよな。リマリマリマ、犬じゃないんだから。しょうがない。台所の石油ストーブ使うか。あ、灯油が流
ないわ。入れりゃいいだろう。買い置きもないのよ。なんだよ、ないない尽くしだな。車出して買ってきてくれる？やだよ、表寒いし、お前行ってこいよ。こういう日は私がいないと暇がぐずるし。なんだよその理由。夕方には灯油売りに来るでしょうから、それまで我慢ね。マジかよ、お前も主婦ならこういう備えはしっかりしとけよ。何よ、この間買い物のついでに灯油頼んだのに忘れたの誰でしたっけ。それに休みの日に少しくらい家のことしてくれたって罰は当たらないわよ。一言言うと倍になって帰ってきますな。父ちゃんの負け。分かったよ、分かりましたよ。たまには寒いの我慢するのもいいもんですよ。へえ。じゃあ私はひまを寝かしつけるから。要するに昼寝ですな。ちそうそう、灯油の容器表に出しといてね。へいへい。あ、降ってきた。あ、ずるいぞしんのすけ、父ちゃんも入れてくれ。モフちゃんが中年のおじさんは嫌だって。いいじゃねえかよ。いやあ、っち行って。二人でくっついてるとあったかいってば。なんかいるぞ。なんだ、シロか。おこたの代わりに足くっつけてるとあったかいぞ。なるほど。本当だ、あったかいや。どうした。父ちゃんの足草毒ガスにやられたんだ。変だ、俺は北国秋田の生まれだからな、こんなの寒さのうちに入らねえや。そもそも寒い寒いと思うから余計寒くなるんだ。冬は寒いのが当たり前だ。氷点下30度の中、ペンギンたちは身を寄せ合ってじっと寒さに耐えています。うわ、寒そう。こんな時にわざわざそんな番組見るな。さあ、この巨大かき氷を純ちゃんは完食できるか。今頃真夏の番組再放送するな。無理だって。すっかり冷えた。しんのすけ、こういう時は体を動かすんだ。ほら立て。ほら毛布を外せ。ゴムタイヤ。それを言うならゴムタイヤだろう。よし、今自分はハワイにいるんだと想像してみろ。わいは無理やりですな。目をつぶって思い浮かべるんだ。飛行機を降りるとそこは常夏のパラダイス。綺麗なお姉さんがレイをかけて出迎えてくれる。アロハ。イロハオエ、イロハオエ。お前寒くないのか。ほら、おケツだけは鍛えてるから。変なやつ。よし、次はホノルルマラソンだ。おお、ハワイのお姉さんがいっぱい。はい、あとで一緒にロコモコ食べない。ハワイロコモコ、ハワイ。ちょっと何やってんのよ、家の中でドタドタと。いや、あんまり寒いから運動を。おお、汗が出てきた。さすがワイハは暖かいね、父ちゃん。そうだな。アホか。あ、灯油屋さん来た。あれ、通り過ぎちゃった。なんで、見てきてよあなた。うん。おーい、おーい、ちょっと。うちの分は。すいません、タンク空になっちゃったんすよ。すぐ入れてきますんで。だったら黙って走れよ。急に冷えたからみんな慌てて灯油買ったんだな。はい、着替え。風邪ひかないでよ。ひきたかねえよ。サブフ。お世話様。いっしょっと。はあ、やっと人
もこち着いた。やっぱり冬はお部屋あったかがいいですな。あれ、エアコン動いた。え、なんで、どうなってんの。あ、ヒーマー。わー、リモコンあった。あんたおもちゃと一緒に片付けちゃったんじゃないの。知らない。やれやれ、なんか疲れちゃったな今日は。はっ、アクション。お、ねえ父ちゃん、俺が温めてあげるぞ。ありがとうよ。あったかい、あったかい。あら、羨ましい。小さな幸せに浸るヒロシであった。誰が綺麗にまとめろと。俺の映画公開まであと9週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。園長先生の腹話術だぞ。3、2、1、どうぞ。ケンちゃん、なに。今日は交通安全をそのお勉強しましょう。うん。組長は何やってんの。組長じゃありません、園長です。あ、皆さん、園長先生何してるんですか。あ、腹話術の人形。はい、腹話術って人形と喋っているように見せる芸なんですけど、難しいですね。一国堂さんがやってるのよね。声が遅れて聞こえるよ。ゆっくり言ってるだけで遅れてない。明日のお楽しみ会用に何かできないかなと物置を探していたら、これが出てきましてね。いつからあったのか。はて、これん、人形の説明書ですね。腹話術をマスターすれば子供たちにも大人気と書いてあるんですよ。組長、人気者になりたいの。いえ、もっとみんなが親しみやすい先生になりたいなと。親しみにくい顔ですからな。台本もついてる。それ見て練習してたんですけど。やってみせて。見たい。まだお見せするほどでは。お試し。あはあは。こっちが口で、こっちが目と、前のつまみが眉毛と。大丈夫かな、うまくできるかな。組長、なんか怪しい。では始めます。ケンちゃん、なに。今日は交通安全をお勉強しましょう。うん、教えて。手を挙げて、横断歩道を渡りましょう、渡りましょう。ダメですか。人形が喋るとき園長先生の口が動いてるもん。ああ、なるほど。基本っていうか顔が怖い。あの、こうですか。横断歩道を渡りましょう、渡りましょう。園長先生の口は動かなくなったけど、人形の口も動いていない。忘れてました。っていうか顔が怖い。横断歩道を渡りましょう、渡りましょう。園長先生、まだ口が動いてる。渡りましょう。前のところで口が動く。なるほど、マミムメモとかって唇が動くんですね。難しいもんですね。よし、俺がお手本をお見せしましょう。ああ、ん、何。うん、死んじゃう。何をやってるんだ。手抜いてよ。まるでマサオくんが喋ってるみたいでしょ。僕が喋ってるんだよ。っていうか、なんかくすぐって。あとは一人で練習しますから。園長先生、明日までに上手になるかな。無理ね。しんちゃん、いつまでやってるの。ケンちゃん、なーに。今日は交通安全をお勉強しましょう。うん、教えて。全然ダメですね。人形が喋っている時も目を動かしたり首を振ったり、絶えず動かしていれば生き生きと生きているように見えます。なるほど。ケンちゃん、なに。今日はその交通安全を、人形を動かそうとするとセリフが出てこない。テクニックよりもハートです。人形の気持ちになりきって演じましょう。ケンちゃん、なに。
どういう気持ちなんですかね。無理ですかね。皆さん、今日は園長先生が面白いものを見せてくれますよ。園長先生大丈夫なのかな。昨日の今日だからな。ああ、今さらできないって言えませんね。では拍手。園長先生とケンちゃんです。皆さんこんにちは。僕ケンちゃんです。あー、それケンちゃんのセリフなのに。あー、違った。あの、こんにちは。あ、あの、組長しっかり。組長じゃありません、園長です。あ、え、あ、あ、あ、ケンちゃん、なーに。あ、今日は交通安全をお勉強しましょう。う、あん、う、手を挙げて横断歩道を渡りましょう。渡りま、いけません、緊張しすぎてもう。あ、この話面白くないな。え、僕違う話したいな。は、あれ、なんだか勝手に人形のセリフが出てきたような。これが人形の気持ちになるということ？そう、僕の気持ち。え、では赤い靴を履いた女の子の話をしましょうか。ああ、貧しい女の子が靴屋さんに飾ってある赤い靴が欲しくなる話ですね。ちょっとちょっと、ネタバレしないで。あ、すいません。組長は新しく聞いててください。園長です。受けてる、園長先生上手。女の子はその赤い靴を毎日見に行きました。一度でいいから履いてみたくなって、とうとう買うふりをして靴屋さんに頼みます。お金持ってないのにですか。良い子は真似しないでくださいね。赤い靴を履くと女の子の足が勝手に踊り始めました。あら不思議、バレリーナのように軽やかに踊ります。ララ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 、リアル、ララ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 。いつまでもいつまでも女の子がやめようと思っても踊りが止まりません。なんでですか。女の子は赤い靴に操られていたのです。怖いですね。怖いですね。私の顔を見て言わないでください。終わりです。できた。カジバのバカ力というか、夢中でやってたらうまくいくもんですね。お疲れ様。あ、キキ、組長お上手だったぞ。ケンちゃんはどこに。オラの映画公開まであと9週、待っててね。オラの映画の最新情報。しんちゃん、うー、リサお姉さん、はじめまして、会いたかったぞ。ブリ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 。ところでリサお姉さん、今回のオラの映画に出てくれるんだよね。そうなんです。しんちゃんたちが入学する天カス学園の成績ナンバー2、エリートギャルアゲハ役で出演します。エリートギャル、楽しみですな。リサお姉さんも出演する俺の映画見れば。しのすけくん、新発売アクション仮面トランクスだ。うわ、かっこいいぞ。どうだい、履いてみるかい。今オラのゾウさんがアクション仮面トランクスの中に装着完了。気に入ってくれたかな。はい、ほら、このトランクス、これからずっと履き続けます。最低でも1週間履き続けます。ちゃんとお洗濯はしようね。